私はカンブリアアカデミーの白亜紀先生よ。2024年のナタ中、第1日目の算数8番の入試問題を速攻解説するわね。この問題は面白い平面図形だったわね。ポイントは、三角形の合同と台形もみもみ公式ね。では解いていくわね。まず、長さが等しいと平行より。この2つの三角形は、二辺胸郭相等で合同。そう。間の角は、180-丸-三角で等しいわね。そして、辺の比を揃えるとこうなるわ。補助線を引いて、左側の台形の面積比は、1:4:2:2になるわね。見た目とかなり違ってるのは、受験生に、測って解かせないという出題者の戦略よ。そして、右側の台形の面積比は、4:9:6:6になるわ。そして、この2つの三角形、AED と AFD の面積は等しいので、面積比の統一をするわね。赤4たす赤2イコール、青4たす青6。なので、赤6と青10の最小公倍数の30で揃えるわ。赤は5倍、青は3倍ね。するとこのようになるわね。あとは簡単。四角形 AGDH イコール10プラス18イコール28。三角形 AHF イコール12。よって、求める答えは、28÷12 イコール12分の28イコール3分の7倍。これで OK よ。辺の比を揃えて、さらに、面積の比も揃えるという面白い両問でした。